はい、どうもレイギャルンでございます。本日またまた夜勤明けで撮影してるんですけども、今回はねちょっとね面白い企画をちょっとやっていきたいと思いまして、まず、こちら、皆さんねもう多分ねだいぶねちょっと結構時間が経つんですけど、こちらアクアクラブの公式ブロマイドセット、これボリューム5でございます。これねボリューム5は、人選上のシンデレラの衣装ということで、もう僕ねもうこれ買うしかないと思って購入いたしました。ただまだ見ていません。僕確認をしていません。でね、まあね、まあいつもやったらもう普通に開封するんですけど、やっぱりねもうちょっと結構時間も経っちゃったし、普通に開封するんやったら面白くないやろということでね、今回はちょっとしたねゲームを行いたいと思います。高まったら負けというゲームを行いたいんですけども、やっぱりねゲームなんて一人でするもんじゃないじゃないですか。今回は呼んでおります、いつものゲスト。いつものゲスト、はい、おいで、カモンカモン、いつものカモン。今日はもう召喚とかもうめんどくさいことせえへんぞ。はい、いやいやもうちょっとブルゾン来ちゃって、あれなんでブルゾン来てブルゾン来てない、俺はあれや、ちょっとあれやこれやいや、はい、ということでですね、はい、改めまして今回はブロマイド、ボリューム5を開封して高まったら負けゲームというわけで、はい、丸飯召喚ってやらんかったものもね、今回はもうガチの勝負なんで、ガチの勝負ですよ、負けへん、もうほんまにで、ガチの勝負っていうぐらいやから、やっぱり罰ゲームないと面白くないじゃないですか。やっぱりねこれ大事。簡単にルールをねちょっと説明したいと思います。ブロマイド、まあアクア9人ですから、まあ9人いますよね、9種類のブロマイドがあるわけなんですけども、1枚ずつブロマイド、こちらを、まあ今ここにテーブルがあるんですけど、ここにセットしていきます。で、一斉のせてめくる。で、僕らはそれをブロマイドを見るわけでございますよ。で、見て、10秒間、高まってはいけません、という。はい。で、ここに、表示されるブロマイドは、審査員の上さんがランダムで選んだブロマイドが来るので、順番通りとはいけません。だから、いきなり誰が飛び出してくるかはわからないわけです。で、まぁ、10秒間、とりあえず測って、10秒間経ちました。で、そのターン、誰が一番高まってたかを、上さんに審査、9ターンあるんですけど、9回ね、上さんに審査してもらって、そう、毎ターン、割と過酷な罰ゲームになっておりますので、皆さん頑張ってください。ということで、はい、では早速、始めていきたいと思います。笑ってはいいですけど、賞味だから、ブロマイドができた瞬間にもう、なんていうかね、オタクの反応をしてしまったらもう。で、10秒間は絶対ずっとブロマイドを見続けてくださいね。うん、OK ですか？見ます？はい。じゃあ、まず、この中から1枚、上さん、選んでいただいて、ここのテーブルの上にセットしてください、と。おー。まず上さんが見て。ちょっと、審査員が高まってる。審査員アホだよ。審査員アホだやんけ。大丈夫。じゃあ目を開けましょうか、僕ら。目を開けましょう。さあ、一発目誰が飛んでくるか。怖いな。はい、10秒間、上さん測ってくださいね。はい。あ、じゃあ僕がめくりましょう。はい。じゃあもうこっからガチの勝負やから。よし。いくよ。ちょ、ほんまに。よし。ガチですよ。じゃあめくったらスタートしてな。はい。いくよ。3、2、1。はい、10秒です。わーなんだシューシューやねんけど。かわいい。いやシュー、ちょっと、これはでも、あれやな。高まらん方全員セーフで、あれやね。通せますね。これはね。これは、皆さんどうでしょう、全員 OK ですか？セーフ OK。なるほど、よかった。なるほど、よかった、よかった。はい。いや、でも、いや、かわいい！もう待って。待って。ポーズもかわいい。いや、よかったよ。お前ちょっと分かった。とりあえず押し技してこない。とりあえずジャブ。ジャブ。いや、でもめっちゃいや、かわいいね。改めて、主観集。あ、人選上そうか。この、うわ、めっちゃかわいいやん。近くで見たらまじまじとやべえわ、これ。だいぶ来るわ。かわいい。ちょっと待って。ほんまに、やばいな、これ。OK です。はい。さあ、ラウンド2でございますよ、皆さん。ラウンド2。
はい、ストップウォッチ準備 OK ですか。はい、 OK ですか。はい、よっしゃ、じゃあ行きますよ、早速行きますよ。はい、3、2、1。はい、10秒です。もうこれやばいな、きついなこれ。俺ちょっと多分骨格上がったもん一瞬。あ、ごめんなさい、セーフでしょうか今回は。あ、今回もね、あ、表情やばい、ね、うわ、いや待って、表情はぁはぁかわいい。え、あ、でもね、人生上あれあれやね、あの逆にこうみんなあのね、あのメンツ以外は衣装が一緒なんでね、うん、いやただそのなんやろうな、いやーやべえわ、やばいな。はい、よっしゃー、よっしゃー、あー、じゃあ回していきましょうね。ラウンド3、はい、いきますよ。3、2、1。はい、10秒。おや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 、あの、おや、はい、審査員の方、ジャッジお願いします。マルさん、あー、マルさんアウト。はい、じゃあ早速行きましょうかね。めっちゃ可愛いやん。いやいや、いやもうめっちゃ、いやもう待って、いやほんまに、あー、やばいな、あー、やばいな、めっちゃ綺麗。いや、わかるわ。いやいやいや、これは、いや、ちょっと待って、俺この流れでたら3倍の学び。いや、まあ、こんぐらい、こんぐらい、駆けつけ3倍、ちょっと多いけど、うん、めっちゃ多いやん。めっちゃ多いやん。はぁ、ごめん、ちょっと入れすぎたわ。え、まあまあ、まだジャブ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 。はい、じゃあ、マラさんにちょっと飲んでもらいましょう。はい、乾杯。乾杯。ジングルベル乾杯。えー、嘘、お前、その量で、ね、その量で、マジで、マジで、え、マジで酸っぱ、なにこれ、そんなに、そんなに酸っぱい。マジで、あんま入れてないね。ほんま軽くやろ、今全部飲まなあかん。あ、全部飲まなあ、まだでも、まあまだ、まだちょっと、まだ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 まし、びっくりした。あ、お、あんまり量で、そう、びっくりした。いや、でも、いや、でも、いや、さすがでございます。いやいや、酸っぱ、いや、マジで、何これ、酸っぱいよ、あのな、CC レモンより濃い、でも、わかりやすい説明。うわー、怖いな、怖っ、びっくりした。というわけで、ラウンド3、金ちゃんで、まず3個罰ゲーム。よし、はい、ラウンド、4かな。よし、じゃあ、もう、OK ですか。では、測っていきます。じゃあ、いきますよ。はい、3、2、1。はい、10秒です。俺ちょっと危なかった。この2点、俺ちょっと危なかった。危なかった、これは。待って、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いの、これ。何これ。いや、なんでこんなみんな可愛いの。やばっ。いや、もうだってこれ4ラウンド目まで来て、まだこの1、2年で攻めてこられてるから、もうこれさ、そうやな。これ3人2人。あ、まあ、とりあえず、クリアでしょうか、ラウンド4。まるー、OK でーす。はい、最後、さあ次は、ラウンド5か。はい、もう半分やね。ほんまや、半分やね。いきます、3、2、1。はい、10秒です。めっちゃ可愛い。早かった早かった、めちゃくちゃ早かった。瞬間待ってるもん。いや、これはこ、ちょっと待って、この何、なんでこのお尻をこの何、突き出してる感。いや、ね、口、いや、もう、俺笑ってたもん。これはい、ジャッジお願いします。白飯さんです。あ、まあそりゃそうですよね。まあ、いや、まあね、もう、まあまあ、やっぱり推し強いな。推し強い。はい、何か忘れていませんか、白飯さん。何や。え。
はい、高まったということはですね、あ、はい、ちょっとね、さっき量が入れすぎたからこんぐらいにしようかな。まあまあまあ、まあ、一口サイズ、一口で、粉は多めね。鬼さっきの量です。さっきの量 CC レモンより強かったからもうちょっと入れていい。こんなもん、もうちょっと入れていい。早い、もうあとこんなもん言うの早い。もうちょっと怖いわ。もっといける、もっといける、もっといける。だってほら、考えてみたらさ、水の量少なくなったからさ、これ濃縮率半端なくない。はい、じゃあ、白目さんに罰ゲーム飲んでもらいましょう。乾杯。いきます、乾杯。ちょ、待って、これ。いや、やばい。これはやばいな。はい、というわけで、あんちゃん、ラウンド5終わりました。ちょっと待って、ラウンド5まで来て、これ。なかなかね。いやー、来ましたけど、じゃあ、目つぶりましょう。はい、やばー、ちょ、暑い、暑い、変な汗、変な汗出てきてる。ジャッジお願いします。ジャッジ、はい、3、2、1、もういいやってー。もー、オッケーでーす。